インダストリアルエンジニアリングは工学の一分野。一般には英語の頭文字をとって単に IE と呼ばれる。また稀に日本で独自に派生した略称のイヤも参見される。直訳は産業工学。その語位は経営管理や生産管理に活用する科学的な技術手法の総称である。日本では IE をその内容によって産業工学。 生産工学、経営工学、管理工学と訳し分けてきた。日本では IE を訳して産業工学、生産工学、経営工学、管理工学というが明確な定義はなくインダストリアルエンジニアリングを略した IE が最も適正な用語として使用される。IE の定義は各国それぞれであり IE の発展とともに変化を続けている。 米国 i e 協会は i e は人間、資材、設備及びエネルギーの総合されたシステムの設計、改善及び実施に関する技術である。i e はこのようなシステムによって得られる結果を明示し、予測し、評価するために工学的な分析や計画に関する方法とともに数学、物理学および社会科学における専門知識や技法を使用するとしている。 日本 IE 協会は IE は人間、材料および設備が一体となって機能を発揮するマネジメントシステムの設計、改良、設置をすることである。前期システムの成果を規定し、予測し、評価するために数学、自然科学、人文科学中の特定の知識を利用するとともに技術上の分析と総合についての原理と手法を併用するとしている。 これらを全体的に捉えれば、経営管理の問題解決に必要なエンジニアリングアプローチと言える。IE を対別すると、以下のようなものになる。経営管理全般に関する IE 生産に、関する IE その他に関する IE、長期経営計画策で重要と言える経営予測、マピーポーが、中心の設備計画、情報システム、事務のオートメーション化による、OA、 商品計画などが挙げられる。これらを包括したメジャーとも言える手法は、オペレーションズリサーチである。競技では、IE の基礎となる部分、作業研究のことである。作業測定は、フレデリック・テイラーの科学的管理法からなる、時間研究である。過去に時計に似た器具を使って標準時間を測定していた。近年では PTS 法という WF 法。 MTM 法、DMT 法が広く採用されている。まだ作業実行前の計画段階で、作業や動作などの相互関係を定量的に分析することが可能である。作業改善は作業研究と言われ、ギルブレスの動作研究が元となる。現在では、メモモーション分析、マイクロモーション分析などの高度な撮影技術や VTR などで分析をする。 他に生産現場の作業だけではなく、IE は作業測定、改善をもとにした事務作業でも使われることがある。などが挙げられ、またこれらの主要な事務管理をスムーズにするために一家がある。工学、技術的な手法を用いて、原価管理や原単位管理の計算を補うことができる。ありがとうございます。